In this episode. ちよちゃんって大学受けるの？やっぱ東大とか？あ、いえ、海外に出てみようかなって。え、留学？はい、アメリカの大学は飛び級の子の受け入れもよくやってますし。すげえ、海外留学か。佐々木や一郎の次はちよちゃんか。それはちょっと違います。ちよちゃん留学だってよ、すごいな。うん、すごいな。え、そんな。殺されるな。うん。だって。行くなんてくじけそうや。早いな。おはようございます。おはよう。おはよう。またみんな一緒やな。ともちゃんとかおりんは？ともはまだ、かおりんは別だった。そうなんですか、残念です。やあやあ皆さん、おはよう。わあ、髪切ったんですか？うん、昨日バッサリ。私の新しい魅力に春の妖精もたじたじ。あ、やっぱ3年生になったしさ。1年生の時に戻っただけな気も。でもどうしてき、あ、そりゃないないですよね。どうして切っちゃったの？なんか引っかかるが、まあいい。去年までの私は髪を伸ばして色っぽくっていう、まあ藤子ちゃんを目指してたわけよ。はあ？藤子ちゃん。目指すも何も根本から違うじゃねえか。いや、胸以外は結構追いついていたのだが。どこが？ルッパーン。だから藤子ちゃん路線はやめたんだよ。え？でも鮎くらいならいけるじゃん。くらい。ちよちゃん、そういう時は怒っていいよ。3組の担任の谷崎ゆかりです。あんたらも今年はいよいよ受験生です。いろいろストレス溜まって大変でしょう。うんうん。でも社会人はもっと大変なの。甘えてんじゃねえぞ。現代教育の被害者みたいに悲劇ぶってんじゃないわよ。ゆかりちゃん、なんかささくれだって。さあ、だいたい勉強したくないんだったら大学行くなっつーの。じゃあゆかりちゃんは勉強したくて大学行ったの？はっ、そんなわけね。他人には言われ心の傷でもあるんやろうか。いつもこんな調子ですよ。あのね、あんたたちは自分一人の受験を考えてればいいけど、先生は何十人分の受験を考えなくちゃいけないんだからね。ゆかりちゃん、先生向いてへんのとちゃうかな。それ言ったら逃げ場がなくなるだろう。やめよっかな、考えんの。あ、大事なことを忘れてるような気が。私がこの4組の担任の木村です。おめでとうございます。おめでとう。
開けてください。プロ様、何を受け取った。バッグ。バッグくらい私も持ってるもんね。そうね、バッグなんかなない方がいいんだぞ。なんでよ。こいつは悪いやつだ。えこっちとら大人だぞ。誕生日なんて嬉しいもんか。丸ぎ声だな。そういえば今年も私たち、あげてないな。にゃもちゃん、去年ももろてたで。どうしたのにゃも、ニコニコして。んほら見て、クラスのみんながね、誕生日のプレゼントでくれたのよ。なんか気を使わせちゃってるのかなって思うけど、やっぱ嬉しいよね。どうしたの。てめえの兄か、青春ドラマの先生にでもなったつもりか。な、何怒ってんのよ。今日のゆかりちゃん、なんか変やな。ああ、妙に静かで。あ、そうそう、隣のクラスの黒沢先生は誕生日にクラスのみんなからプレゼントをもらったそうよ。ゆかり先生の誕生日っていつですか。もう過ぎてるわよ。仕方ねえじゃん、ゆかりちゃんの誕生日って春休み中だもん。悪いよ、今からでもあげようぜ。プレゼントなんかいらねえもんね。おはよう。あの先生。ああ、遅くなりましたが、クラスのみんなからバースデープレゼントです。え、これをニャモに渡しとけって言うのか。私のプレゼント？ハッピーバースデートゥーユー！ハッピーバースデートゥーユー！ハッピーバースデーディアユカリちゃん！ハッピーバースデートゥーユー！喜んでる？あ、バッグだ。ちょっとお出かけしてくる！二組に見せびらかしに行ったな。喜んでもらえて何よりやけどな。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアキムリン。キムリン。ハッピーバースデートゥーミー。みお、何？進路か？はい、3年生ですから。そっか、あたしらももう受験生なんだな。受験？なんだよ。ははーん、そっか、体育推薦だな。うるさいな、ともこそどうするんだよ。え、あたし？ ICPO。 ICPO って？インターポール。お、国際警察。おお、すげえ。お前子供か。でもそれって本当にあるのか。映画だけだと思ってた。え、ないの。ありますよ、 ICPO。 ほらあるんだよ。それってどうやってなるんだ。知らん。どうなんでしょうね。最初おまわりさんになって、そこから選ばれるのかな。え、そういうもんなの。よく知らないです。つうか、お前なりたい割には何も知らねえのな。そうか、ともちゃん警察になるんか。だから ICPO だって。つや、警察といえば前から謎に思ってたことがあるんや。聞けよ人の話。
警察手帳には何が書いてあるんや。やっぱアドレス帳とかメモ帳とか後ろについてるんかな。そう言われれば。そこには犯人の住所や電話番号が。うわ、便利。なわけないだろ。そうか。じゃあ好きな人の写真を入れてあるとか。好きな婦人警官の写真とかプリクラとかな。婦人警官なのか。でもおまわりさんに好きになられたら大変やで。ああ、ほら、あの人ら尾行とかするし。いただけねえな。ICPO はどうしたんだよ。千代ちゃんって大学受けるの？やっぱ東大とか。あ、いえ、海外に出てみようかなって。え、留学？はい、アメリカの大学は飛び級の子の受け入れもよくやってますし。すげえ、海外留学か。佐々木や一郎の次は千代ちゃんか。それはちょっと違います。千代ちゃん留学だってよ。すごいな。うん、すごいな。え、そんな。殺されるな。うん。だって家お金持ちやし、ちっこいし、捕まえやすいし。そう言われると。でもいざとなったら忠吉さんが守ってくれるんです。バーン。忠吉さんは撃たれました。じゃあ私はどうすれば。あ、ドラマみたいにその天才的な頭脳を生かして無駄な抵抗をして殺される。大丈夫。いざとなったら千代ちゃんのお父さんが。お父さん。大丈夫、跳ね返した。でもアメリカ留学なんて親とかOKしてくれた？はい、見聞を広めて来いって言われました。可愛い子には旅をさせよ。あ、しおちゃん可愛い。旅OKよし、じゃあこうなったら大統領になろう。そんなの無理です。アメリカをしおちゃんの国にしよう。なったらハワイとかちょうだいね。だから無理ですって。千代ちゃんの国か、行ってみたいな。また妙なこと考えてるな。あれはしばらく戻ってこないだろう。うん。あ、あそこの豚まん美味しいらしいですよ。へえ。しおちゃんってこういうの詳しいよね。ピザまんとかグラタンまんとかないの？ここは豚まんだけです。よし、久しぶりに買い食いして帰るか。で、早っ。へえ。なんだよ。いや、別に。豚まんは砂糖とか使ってないからいいんだよ。それはなんとも都合のいいことで。あ、うめえ。本当に美味しいです。牛肉 100% だな、こりゃ。
豚だろ。美味しかったです。やっぱ豚まんは基本だな。いや、たこ焼きまんも捨てがたいぞ。それ食べたことないです。そんなのあるんですか？最近は何でもあるんだ。千代ちゃんの好物はなんだ？フカヒレか？フカヒレまんもあるぞ。もう中学生？何言ってるんですか、高校生ですよ。ほら、私たちもセーラー服になったよ。わあ、私それ着たことない。いいな。でも私も千代ちゃんとこの制服は着れないよ。難しいもんね。皆さん勉強できるんですね。うん。うちは自由な校風だからサボって落ちこぼれるやつも多い。へえ。私じゃないよ。東大に行くのがいる一方で、どこにも行けないのもいる。私じゃないよ。バイバイ、じゃあね。バイバイ。お待たせしました。私じゃないよね。お前だ。ではここカオリン。カオリンって言わないでください。だってみんな言ってるじゃん。だからなんで私だけ愛情なんですか？じゃあ私のこともキムリンって言っていいよ。だからカオリン委員長になったの？なったというか、ならされたというか。お、いじめか？いじめの逆かな。立候補がいないようなので推薦で決めたいと思います。誰か委員長に推薦はありませんか？はい、カオリンがいいと思います。他にありませんか？木村に気に入られた。いじめ以上か。これから1年、木村と一緒か。高木さん、やっぱりかっこいい。主人がお弁当忘れていってしまって、意外にそそっかしいみたい。やばい、弁当！以前来たことがあるんだけど、どうしても思い出せなくって。職員室はあそこから入ってすぐの階段を上がり、2階の奥です。ありがとう。いい人だ。そうよね、
あんないい人が奥さんになるんだもの。木村先生にも何かいいところがあるはずよ。今年1年は木村先生が担任なんだから、いいとこを探そうっと。花壇の世話？そんな一面もあるんだ。やあ、カオリン。先生、お花のお世話ですか？どんなお花を？どこだって、いいとこだって。In the next episode. 楽しみみたいね、チオちゃん。実は修学旅行は中止になりました。Upside down, now I figured it out.